の物語でございます。負ける気がしないな。いってらっしゃい。ミヤビ。おお、イム。今からちょうどママ様に会いに行くところだったんだ。ママ様ってもう言い直さないんだね。ああ、もう隠しても仕方がないんでな。材料が全て揃ったんで、今日はママ様に親子丼を作ってもらう。ミヤビ、僕は行かないよ。どうしてだ。ミヤビ、僕たちは元の世界に帰るんだ。どんなに苦しくても、どんなに悲しくても、人はママ様と生きることが私にとって今を生きる。ミヤビ、僕と勝負しろ。それで僕が勝ったら、ミヤビは元の世界に帰るんだ。イム、お前だけは私についてきてくれ。そうだね、ミヤビ。僕は今まで。いいだろう。イム、私はお前を倒して、母さんとの暮らし。ああ、この命に変えても倒してみせる。いつだって、ミヤビを救うのは僕だ。Yeah.
えるな。勝ちだ。強くなったな。驚いたよ、イム。違う、ミヤビが僕になんか負けるわけない。わかるよ、手を抜いて。約束は約束だ。私はか、ミヤビ、私だってわかっているんだ。だから誰かにきつく背中を押してもらいたかったのかもしれない。ありがとう、イム。
お前のおかげで私は。いいんだ、みやび。大丈夫。行ってくる。母さんと別れるために。新しい技をひらめいた。